アーシューラーは、ヒジュラ歴におけるムハラムキの10日目のこと。また、そこから転じて、この日に行われる、宗教行事を指す場合もある。イスラム教において、宗教的に重要な日の一つであるが、その意味合いはスンナ派とシーア派との間で大きく異なる。ムハラムキ10日目が、イスラム教において、宗教的な位置づけを得たのは、預言者ムハンマドが真っ赤からマディーナに移住した後、 ユダヤ教時代から伝わる、食材の日の断食の習慣を適用し、マディーナで創設されたウン馬における断食決済の日と定めたことに橋を発している。キリスト教が旧約聖書という形でユダヤ教を継承しているように、イスラム教においても、新約、旧約ともに聖典として教義に含まれているため、ユダヤ教の習慣が継承されること自体は自然なことである。しかし、 後年マディーナにおいて、ムスリムとユダヤ教との関係が悪化したため、ユダヤ教の性格が強いとみなされた、アーシューラーの断食は、義務としての宗教行事ではなくなった。しかし、スンナ派の間では敬虔な信徒が、自発的に決裁を取り行う日として今日まで存続している。その一方、シーア派の信徒の間で、アーシューラーは、イマームフサインが殉教した日として、 特に重要視されている。ムハンマドの死から50年後、ヒジュラ歴61年、アーシューラーの日に、初代イマームアリーと預言者の娘、ファーティマの次男であり、シーア派の人々から第三代イマームとみなされる、フサインが現在のイラク、カルバラー付近の戦場で、ウマイヤ朝の軍隊によって殺害された。シーア派の説によれば、フサインは、 彼を指導者として衰退することを望むシーア派の人々の求めに応じ、父、アリーの旧本拠地クーファに向かう途上、これを阻止しようとする、ウマイア朝カリフのヤズイード一世の手にかかって、殺されたということになっている。このためシーア派の人々は、フサインをウマイア朝の手にかけさせてしまったことを哀悼し、ターズイーヤと呼ばれる純教追悼行事を行うようになった。 アーシューラーのターズイーヤでは、夫妻の殉教を哀悼する詩の朗読や、殉教した時の様子を再現する宗教劇が上演され、人々は夫妻の詩を大声でわめき、涙を流して嘆き悲しむ。さらに、夫妻の棺を模した越しが担ぎ出されたり、人々が鎖で自分の体を鞭ち打って哀悼の意を表現するなど、熱狂的な儀礼が繰り広げられる。 宗教的な感情が最高潮を迎えるアーシューラーの日はシーア派社会のエネルギーが爆発する日でありイラン革命においてもアーシューラーの日に行われたデモが大きな影響力を持った。反権力闘争につながりかねないとして湾岸諸国などスンナ派政府の国家では当局によってアーシューラーが弾圧されることもある。アーシューラーの準備に忙しいシーア派教徒イラクアンフップ部 ニュース2006年1月31日バールーンで政府軍が宗教的な追悼行事を襲撃2014年11月4日。ありがとうございます。